うーし、再開していくぜ。さて、今回は前回タコちゃんをどうにかして戻ってきたっていうところだったけど、もうみんなボコボコだからとりあえず一泊休むかっていう前に、今回パートいくつかな、ちょっと細かいパートまではまだ編集してなかったりするんでわからないんだけど、いや改めてね、こうね、言葉にして皆様にお伝えしておきたいことがございましてね、改めて、いやー、このゲームめっちゃ面白いねいやめっちゃ面白いねこのゲームね。いや、ランダムダンジョンの時からも、ランダムダンジョンの時からっていうか、ランダムダンジョンもさ、このハムスタさんの作者の素晴らしいセンスで、いや本当に面白いなと思ったけど、このザクザクアクターズもめちゃめちゃ面白いね。なんだろうな、こう言葉選びのセンスがすごくいいってのもあるんだけど、ゲームシステム的にね、ストレスがあんまり感じない設計になってるっていうのかな、プレイしててね全然ストレス感じないんだよね。すごく楽しくて、どんどん続きがやりたいっていう感じになるよね。まあ、純粋にこのゲームが面白いっていうことなんだろうけど、いや今更何を言ってんだって話だろうけど、いやあんまりね、このゲーム中このゲームの感想みたいなものを言ってなかったんで、改めて、いや面白いです、楽しんでますということを改めてね、皆様にお伝えしたかった次第でございます。じゃあ早速ね、まあ一泊しましょうか。なんかイベントあるかな。お、男らしさとたくましさと、お前俺と色が被ってるから明日からピンクなひどいこと言っとる。さらりと何を、嫌ですよ、なんで僕がピンクになるんですか。そんなこと言って明日からメカになって俺様のポジションを奪う気だろ。聞いたことない展開、どうしてポジションを奪うためだけに僕はサイボーグ化してるの。まあでも緑ってのは中途半端で誤解を受ける原因になってるかもしれませんわね。何が中途半端で何の誤解を受けるんだい。男の子っぽい色だと思うんですけど、だから思い切って鮮やかな色を採用してみたら、そしたら男の子に間違われることはないと思うし、逆、もう分かってるんでしょ、男の子でいいんですよ。またまたご冗談を。そういうわけでアルフレッドさん、僕は男の中の男になりたいんです。なんでそれで僕のところに来るかな。マッスルの方が適任だと思うけど、そうだな、マッスルさんのところにも行きました。でも彼は俺よりモテるやつに教えることはねえの、一点張りでひどいマッスル、男らしいんだがひん曲がってんだが。というわけでこの若さでプロの座まで上り詰めたアルフレッドさんにご指導、ご提案のほど。男らしさなんて僕だって学びたいよ。僕が教えられるのはあくまで狩りの話であって男らしさじゃないからな。それに僕も小さい頃はよく女の子に間違われてたから、どっちかっていうと君と同類なんだけどな。そうなんですか。それじゃあどうやってそこから逆転したんですか。どんな修行。修行って、ああそうか、考えてみればあれも修行か。お、いいところに、ジュリアね、ベル君に男らしさ教えてやってよ。お姉ちゃん女の人でしょ。ジュリア、ほう、それは喧嘩を売ってるのかな、ウルフレッド。ジュリア隊長に男らしさの秘訣が。違うって、誤解だよ。ほら僕、昔僕が泣いてたらよく特訓してくれたじゃないか。ああそのことか。確かにめめしかったからな。ジーナに頼まれて何度か剣を教えたことはあった。じゃあ僕もジュリア隊長の訓練を受ければたくましい男に。どうしたベル、たくましい男になりたいのか。はい、アルフレッドさんみたいになりたいです。そうか。しかしなベル、男らしさというのは君が望んでいるのとは少し違う。たくましさじゃないんですか。それだけじゃない、見なさいアルフレッド、別に全然たくましくないだろ。傷つくな。アルフレッドには心に宿る男らしさがある。だからプロのハンターとしてみんなが認めてくれた。だからベル、まずそれが最初だ。めめしいと言われて泣くな、嘆くな。男らしいと言われる心を作れ。男らしい心、漠然とでいいから、それを覚えていたらきっと男らしくなれる。それでもダメなら相談しなさい、稽古をつけてあげよう。ありがとうございます、なんだか響きました、僕頑張ってみます。いい子だ。いやーさすがジュリアね、あっという間に解決だね。それじゃあ僕はこれで失礼して。逃がさないよアルフレッド、男らしさを教えてほしいんだろう。いい機会だ、久々に手合わせしようじゃないか。表に出なさい、完全に怒ってる。まだ根に持ってるの。いや男らしいだなんてちっとも気にしてないしさ。そうだ、ジーナも呼ぼうか。プロを相手に私だけでは失礼だからね。めちゃくちゃ怒ってる。男らしさか、頑張るぞ。男らしくならなくてもええんじゃないかな、別に。もう一泊してみるか。
うん、特にないか。じゃあ王国会議を始めよう。さて、アルフレッドの隣に座ってんな。はい、レベルアップね。もう40近くになってきたな。低い子はまだ30前半とかもいるけど。ギガトンハンマー、はーい。お、マッスル、浮きだるまキック。コドラちゃん意外と頑張るんだよな。テストに出ます。3360の経験値。秘伝書、やった。バジリスクアロー、ランク6。カップラーメンくれました。デリッチ防御2、MP6。ベロ号優勝。お、デイリッチ特訓も佳境だ。長い修行で身につけたしなやかな肉体と強靭な爪。その姿を見れば誰もが虎が来たと思うだろう。ガルルル。デイリッチの攻撃力プラス2。はーい。うん。はーい。うわ、すげえな。14000か。飛ばしていいです。はーい。デイリッチからケーキ作りの提案。そうだった、ケーキ作りの約束してたんだね。しかし何も会議中に言い出さなくても。だってローズマリー会議前はいつもピリピリしててとても話せる雰囲気じゃない。そりゃ帰宅後のデスクには経理処理がワンサが待ってるんでね。そこは少し勘弁しておくれよ。でもそうか、これただのケーキ作りじゃないんだっけ。仲直りのケーキだよね。ねえズッチ。ああ、ごめんな、できるだけ早く仲直りしたいんだ。無理なら言ってくれればいいから別の手を考えるからよ。いや、優先的にやるよ、そういう約束だし。あんまり待たせて仲がこじれてもいけないしね。会議の後は時間をあげておくよ。羊マップに専用の魔法陣を光らせておくから、そっから任意のタイミングで私を誘ってくれ。あー、なるほど。ズッチーのケーキ作りその後が追加されました。このイベントに入るとしばらく戻れなくなります。ご注意ください。はー、推奨レベル45か。まだ先だな。じゃあ提案場所もないね。はい。お、いっぱいいるな。とりあえずベル君、僕からお店の提案があります。元気がいいね、長年の夢だったもんね。ちょっと待って、デイリッチ呼んでくるから。それとずっと敬語を使うのは大変だろ。崩してくれて構わないよ。わかりました。僕ダボなんだって、なんだって。崩しつきどこの言葉だ。ダボダボバダボボは通じるんかい。そういうわけで皆さん、僕は道具屋を提案したいと思います。場所は拠点の中の鍛冶屋の隣でいいんだね。ああ、空いてたね。あれだけの広さがあれば十分、大変ありがたい。よかった、じゃあ提案を進めておくれ。僕が提案するのはその名もズバリ、ベルの冒険道具屋です。いい感じじゃないですか。そう言ってもらえるととても嬉しい。今までの提案が提案だったから今回も一応警戒したが、随分とまともなテンポじゃないか。ありがとうございます。てっきり道具の代わりに土偶でもずらっと並べて土偶屋なんて言い出すんじゃないかと私は思ったね。やめて、集まらないで。ローズマリーさんの功績を考えるとここはスルーをしてあげるべきでは。しかしこんなザザレを通しては国の威厳にかかり、そんなに悪いことしたね。まあ今のは聞かなかったことにして道具屋提案。はい、準備資金はどれぐらい。道具はほとんど揃っているんだが、実は行商の方も考えてて、はぐれ王国と交流のある村や町にも売り歩きたい。ああ、なるほど。12000。いいよ、構わんよ。はい、8万あるし。解説するとベルの道具屋が拠点に出現します。またブースト対象になり少ないですが収入もある。はい、いいよ、頑張ってくれたまえ。じゃあ次、デイリッチ。ここらで王国にシンボルが欲しい。玄関が殺風景じゃないか。王国を名乗っていてこの地味さはいかん。デイリッチは何か目立つものを置くべきだと思う。はあ、なるほど。しかし目立つものね、当てがあるのかい。もちろんここは国王であるデイリッチの像を置く。デイリッチの像を、それ目立つかな。もちろんただの像ってわけじゃない、金の像、ゴールデンデイリッチを置くんでち。金ってまた一体何に影響を受けたんだ。そんなのめちゃくちゃお金がかかるじゃないか。ダメに決まってるだろ。なあに、玄関がゴージャスになると思えば安いもんでち。じゃあこの提案はデイリッチが通しておく。初見男妖怪、私がいる限りそうはいかないよ。だいたいその金の像、君は一体どれぐらいで見積もってるんだ。等身大よりちょっと大きいくらいだから、台座とかも考えると3万ゴールドぐらい。呆れた出せるわけがないだろう。問いたいところだが、君もよく頑張ってるし、お店の建設費用とは別に君が稼いで用意する分はには構わないよ。どういうこと。まるっきり無駄になるわけじゃないとか思ってる。ただ優先順位が低いだけで、お店の提案を全てこなしている段階なら君の裁量で立ててもいいよって言ってるんだ。
なるほど、マジでちよ。やったで、リッチ頑張ってお金貯めてるでち。でも重ねて言うけど、本当に余裕がある時だけだ。はーい、3万か。ちょっと他の人の、また出入りし、ここにもいるし。お、ジュリアのタイガー特訓結果報告。これです、特訓の全ての過程が終了したわけだが、いや、まずは結果発表しよう。デイリッチ、君はごっくり、おめでとう、君は合格だよ。デイリッチは虎になれたんですね。どっからどう見ても立派な虎だぞ。よく耐えたな。この感動を誰に伝えたいんだい。ローズマリーです。信じて送り出してくれたローズマリーに伝えたい。聞いたよデイリッチ、大変だったみたいだね。振り返ってみれば、いいぞデイリッチ、虎が入ってきてるな。こいつはとんでもない獣を目覚めさせてしまったのかもな。ひどい訓練しかないぞ。良い思いでしかね。おじゃないですよ。何ですかこれ。最初から最後まで遊んでただけじゃないですか。厳しい修行だったな、デイリッチ。初回の訓練からきつかった。何度も何度も小骨に喉を突き刺されて。小骨取るの下手なだけ。2回目のバランス感覚も完璧だったね。半獣の私から見てもあれは完全にパンダだったよ。パンダって言ってる。最後はもう完璧だったな。通りかかったヘルラージがその姿を見て仰天していたんだからな。ちょっとちゃんとセリフ読めてよ。柱がって言ってるだろうが、明らかに虎以外のことに驚いてるよね。ついさっき柱がね。ほら、本人登場だ。君たちもここまでのようだね。通りかかった虎に傷つけられていて。通りかかってたまるか。まあまあ、ローズマリー、確かにちょっと遊びの部分もあったが、この特訓には確かな意味があるんだよ。佐野、魚に飛びつく瞬発力。ボールを支えるバランス力。そして、なんとか力。最後出てこなかったんだね。実際デイリッチは強くなったよ。子供は遊びから学ぶもんだ。新スキルも覚えたんだよ。タイガーモード、魔法力を金繰り捨てて、はあ、アタッカーモード。なるほど、まあ役には立ってんだな。こんな訓練でも、こんな訓練とはひどい。結果が出ている以上噛みつくのは筋違いだね。納得してもらえたかな。デイリッチも頑張ったね。新スキル楽しみにしてるよ。任せるでち。失礼。最後に私から一つかいいかな。なんだろう、これ虎じゃなくて猫ですよね。あって、アタッカーモードにチェンジできます。ちょっと見てみようか。奥義、タイガーモード、攻撃力が 1.6 倍、クリティカル 35%。 1.6 倍か、どうなのそれ。それどうなの。なんだろうね。前回の愛ちゃんが使ってた、ランダンの時の愛ちゃんが使ってたソードモード的な感じかな。こっちのデイリッチは新規交易航路、ザンブラコから資金援助要請。ほう、ついさっき言ったばっかりじゃないか。まあお金の話はこうしてきちんと書面にした方が互いに安心感があるからね。内容はなんて、こっちの大陸側にも港があったらしい。はーん、いい加減ボロくてもういろいろと不安。はぐれ王国の皆様にぜひ資金援助を賜りたいと。まるで君がザンブラコ側みたいじゃないか。なんでそんなの力なんだい。それは決まってる。たこ焼き海の幸、港が開通すればどしどし食べ放題でち。確かにたこ焼き美味しかったからな。他の海の幸もすごそうだね。しかも今資金援助したらはぐれ王国とは優先的に取引するらしい。これはお得でちよ。その港が新しい交易路となるのか。8000ね、いいよ。構わん。これであの味がご家庭でも楽しめるというわけでございますね。あら、銭あった。私の場合、ただのたこ焼きではなくて、たこ焼きラーメンの方。作ってみるのはいいけど、自分のだけにしといてね。交易マップにも追加されます。はん、他はないか。じゃあデイリッチのゾム立てたるか。立てたるわ。はい、ゴールデンデイリッチ、くれてやるわ3万。早速手配をしておこう。このままローズマリーのゾム立てないですか。勘弁してくれよ。私はそんな柄じゃない。自分のゾウが立ってるなんて落ち着かないよ。恥ずかしがり屋ですね。別に金じゃなくても銀でも緑でもいいんですよ。緑、もうこの話はなし。今は君の像が立つことだけを喜んでおきなさい。立派なのができるといいね。建設が始まったってことはすぐにはできないのかな。うん。
ズッチ今妖精王国と喧嘩してるはずなんやけど大丈夫かな。天使のゼリー、ふ、海を渡った品形に入るなんてこいつはビリビリな展開だ。早速追加しておいたで。どれどれ、まれにオリハルコンを入手。これいいじゃん、オリハルコンね。じゃあちょっとこっちにしてみるかい。これで終わりかな。これで終わりっぽいね。じゃあ終了、お疲れ様でした。さて、うはは、できてる。ゴールデンデイリッチ像デッチッチ、素晴らしい金の像。これでデイリッチのカリスマも急上昇。とりあえずテンポブーストの部屋に行ってみて、残り120か、結構溜まってんな。新しく追加したのはどれ。あ、これか。僕らのプライド、ベルの薬の知識を 1.3 倍にし、アルフレッドにわかマッスルの攻撃力防御力をプラス 8%。 マッスル使うんだったらこれかなり優秀な気がすんな。どうすっかな。お金が今意外とまた減ってきちゃったから、このブーストは続けたい。秘密結社の最大 HP 上昇、100ぐらいでできるのなんかないの。100ぐらいでできるのなんかないんか。380、これないわ、これ全然ダメだ。100ぐらい、あ、いけるな、いけるけど、 HP を全回復するアイテムってそんなにな気がするけど。お、こたつみかん、 MP 全回復プラス TP50 か。ちょうどいいのないな。ちょうどいいのありませんね。シャアなしだな。こっちにすっか、こたつみかん。はい、お願いします。じゃあ一旦こんなもんで。さて、拠点にいろいろ人も増えたから、ちょっと一通り話してみるか。キリッ、たくましくなってきたね。ベロちゃんかわいいな。あ、ここが道具屋か。アイテム保管箱、いらっしゃいませ。ちょっと見してみや。お、HP を2800、味方全体の HP を1500回復する、これいいじゃん。見つかお、速度補正50で2800回復の、これいいな。あー、ここらへんいいけど、ちょっと待って、武器防具先に。万能回復薬全然ないから、ちょっと10個ぐらい買っとこう。メンタルナイスとかも売ってんだ。ちょっと一旦は見たことのない商品がある。それはオリジナル商品、薬草などを加工して作ってる。少々値は張りますが、値段に見合った効果がありますよ。なるほど、ちょっと見して。通常の販売品なんか増えてる。あ、増えてないね。シーナ式バーバリアン、合成素材見してくれ。最新の合成オリハルコン系があるよね。来た来た来た、どっちか作れる。オリハルコン防具の方を見てみたい気はするけど。近接物理プラス 10%、 炎雷氷プラス 8%、 すげえな。どっちもな。死亡具のオリハルコンは、あ、やっぱり HP 再生がついてんだ。作るか、オリハルコンブレスト作ったろ。防具大事に。で、誰につけるんだっていう話だけど、ジュリアになる。やっぱり狙われ率上がってんだよな。なんかコメントでジュリアの狙われ率は言うてそんなに大したことないぜみたいな話があったんだよね。マッスルの挑発とかの方がすごく狙われやすいということみたいですが、ちょっとせっかく、まあ、キャラクター的にはね、マッスルいいなって思ってはいるんですけれども、狙われ率下がっちゃうのはちょっとダメですね。防御力下がるけど、まあいいんちゃうか、いいんちゃうか。オリハルコンも作ったし、
あとベルくんか。ベルくんな、ベルくん、あと誰入れようかな。まあお気に入りのキャラクターを入れてったらええんちゃうのっちゅう気はするけどね。誰かな、ブリキッド、投擲キャラクターが一人ぐらいいてもいい気はするんだよな。今左上から S、 炎、風、雷で炎と氷が使えるで、物理が少ないのか。今ほとんど魔法メンバーこれだな。ここで一人物理を入れてもいいと考えると、ブリギット、ブリッジに入れるか。ブリッジに入れましょうか。うん、狙われ率上がっちゃうけど、もうちょっといい装備ないの。君、これこっちにしとくか。狙われ率アップするぐらいだったら。魔力がこれめっちゃ上がってるけど、あなた魔力関係ないでしょうよ。勇者つけとくか。いや、お気に入りバッジでもつけとくか。うん、えんじゃないか。で、拠点の中にいるキャラクターとちょっと話してみようか。なんか可愛いらしい子が入ってきたと思ったら、あれで男の子だってよ。クラスで劇とかやったら絶対女の子の役が回ってくるタイプだな。しかも違和感ないんだぜ。見てみたいよね。そうだな。おう、なかなか骨のありそうな後輩が入ってきたじゃねえか。俺が男の道ってのをビシバシ指導してやるぜ。おい、あんた、俺よりモテるやつにはとは言ってなかったか。いや、デリッチ、守りがいがありそうな立派な拠点じゃないか。驚いたぞ。ジュリア隊長の雇用料はいくら払えばいい？それなんだが、例の魔物討伐の報酬から差し引いてもらおうと思ってるんだ。あれで大体3ヶ月分ぐらいになるかな。5000ゴールドでそんなもんか。じゃあまた3ヶ月したら契約更新の席を設ければいいんですね。ふむ。でもその時にはすっかりここを気に入っていて、私からいさせてくれとお願いしてるかもしれないな。とにかく給料分はしっかり警備させてもらう。お店のトラブルでもいいから、何かあったら遠慮なく私を呼んでおくれ。はーい。やっぱりただの遺跡。まだこの遺跡にはまだ何かありそうですよ。ブリッジ浮いてんな。しかし雑多な集まりだな。神にゴーレムに牛に妖精、どうなってんだここは。そうですね、雑多な集まりなの。こんな時間にご飯食べてんの。テートほど便利じゃないけど、緑に囲まれているとなんだか落ち着く。時間がゆっくり流れてる気がする。これから少しずつお店が増えていくのだろうけど、景観ってのも大事にしたいわね。もはやあの道場のおかげで景観なくなってるけど、古代のロボらしくないわよ。古代のロボらしいわよ。なんだかワクワクするわね。うちの戦力になったんでしょ。ねえ、究極合体とかできるのかしら。本人に聞いてみてください。ぶっ飛ばされるかもしれませんけど。ズッチー、やっべえ、お前魔法ゴーレムだぜ。超浮いてんだぜ。あ、ズッチーも浮いてたわ。大したことねえな。ズッチー可愛いな。やっぱりなんだろうな、この前作もそうだったけど、妖精のキャラクターが可愛いよね。紅茶と間違えて TT 様を飲もうとしてしまいました。みんなの笑いもんです。大丈夫だったん TT 様。秘密結社のボスを招き入れるとは、お主もとことん変わっておるの。何、わしが一番変わっておる。お約束ありがとうよ。各キャラ、あ、はい、聞いた。頼もしいな、私の刀シュート。可愛らしい小屋が入ってきたね。まだ小さいのにすごく頑張り屋みたいだ。男の子が少なくて肩身が狭かったから仲間ができるのは嬉しいよ。そうだな、確かに女性キャラクターの方が多いね。今だって男キャラって何人いる？何人いる？ベロちゃんはオスなの？メスなの？そういう描写あったっけ？オスでしょ、多分。わかんないけど。ベロちゃん、マッスル、123、アルフレッド3。で、ベル君。4人？待機メンバーにベル君いなくね？あれ、どこ行った？あ、いたいた。少ないね。こっち側には誰がいる？コドラちゃん。新しい人が来てるじゃん？お嬢様っぽいけど漫画とか呼ぶのかな？ヘルチンのことかな？ああ、前回から変わってないね。温泉が無理なら次は水着ですな。なんか大きいものが来た。前回話してから変わってないかな、ここら辺は。じゃあ、ということでだよ。ということでだよ。どうしようか。あ、そういえばこれ。世界地図で、ここちゃうかった。世界地図的なやつでさ、マップの外、ちょっとどんな感じか見てみよう。あ、
なんか出てる。王国のアドバルンだ。遠くからでもよく見えるだろ。いい宣伝になってくれてると思うよ。運動場。すぐ隣にできたんだね。これマッスル。おにぎり屋。これは？あ、ここ交易センターなんだ。なるほどね。これは？あ、ここが警察署ね。はーん。ここ人形屋。結構遠くにできたな。駄菓子屋。はーん。大人まで集まってきやがる。全く思いつきでこんなこと始めるもようなもんじゃねえ。箱買いまでしやがって仕入れが大変だぜ。はーん。ヒノック村は立派な村になった。新しいところがあるぞ。あ、ここ妖精王国か。はーん。これは？あ、カラカラ村。カレーが有名ね。家具の生産量は高い。カレーも有名かな。他に特に変わりはないかな。サムサ村ね。変定鉱山。なるほど。オッケー。じゃあ今回は、あ、これか。ちょっと待って待って待って。これか。はいはい。ズッチーケーキ作りその子。8×2 の16人分のパーティーを編成する必要がありますが、サブパーティーへの装備はイベント中に支給されるので整える必要はありません。メインパーティー外のキャラレベル全てが35を切っている場合は道場システムを利用したレベル上げをおすすめします。あー、メインを分散してやりくりしても勝てなくもないです。ハマりを避けるため必ずセーブしてください。あ、なるほど。こっちって今どういう状況だっけ。新しいとこ今出てるんだっけか。ここの上層行ってないんだっけ。あー、行ってないね。反転ヴィーナスね。はいはい。アスラドラゴン、これ倒してないな。謎の竜で、そうそう、これね、一応メモ帳を作ってて、これこんな感じ映ってるかな。これやってないくて後回しにしてるのを一応メモ帳にまとめてて、忘れないようにね。で、ゼニアッタの人形を集めるっていうのと、妖精王国の温泉までの道中にいるドラゴンを退治する。あと地下都市にいたなんか防衛用のロボみたいなやつが倒してない。あと反転ヴィーナスを前回だか前々回ぐらいに一回やられて倒してないのでメモってます。っていうのでやってないやつあるんで、ちょっと上からやるか。ゼニアッタの人形今回集めてみますかい。はい、ということで、じゃあゼニアッタの人形をちょっと集めに行こうかな。ここだっけ。あ、そうだね。じゃあゼニアッタ人形を集めに行きたいと思います。お、4つ目かなこれで。うん、4つ目だねきっとね、多分。4つ目だ。あと1個だね。よーし、探すぜ。お、武器はなんかでかいのに絡まれたでし、こんなの一体なんて、もう言うだけ野暮なんだろうな。次元の塔だし、こいつと戦ってなかったか。ディノザウルス、相手はやる気満々、こっちもやるでしょ。捕食されないように頑張って退けようか。こんなやつおったんやな。まあ今更だからそんなに強くないだろうけれども、そんなに強くないだろうけれどもね。まあそのままゴリ寄せるんちゃうか。炎は効かないか。爬虫類だから攻撃が効きやすいとこかな。ゼニアッタにしてアイス、霧もみキック、サンダー、アイスド。あ、アイス効くね。次のターン大技発動。大技発動前の準備ターンだな。少しおさらいしておこうか。基本的に防御で固めるといい。はい。大技準備や発動が大きな隙になっていることもある。ケースバイケースだから、まずは様子を見ての防御の方がいいと思うけどね。素直に防御しておきましょうか。うん、そんなに強くなかったな。とりあえず氷抵抗値下げて、ハピスラまだ使えない。サイコブレイク、それ傷薬でズッチ回復して、うん、 MDF ダウン、攻撃魔法防御力もダウン。
相当効く状態じゃないかこれ。アイスが今めっちゃ効くんじゃないでしょうか。お金ゲッチュー3000。いいね、よっしゃ倒した。今さら戦う敵じゃなかったんだろうな。やったぜ、ドラゴンアーマー。今さら手に入れて有益な防具だったのかい、それは。ドラゴンアーマーっちゅうのは。あー、炎耐性 30% か。なるほど、そこまでって感じかな。じゃあ引き続き探索していきますよい。お、前回録画外で、会議をやった時にデイリッチがなんか犬小屋を作ってるみたいなイベントがあって、この王国会議中にデイリッチが作っていたベロベロスの犬小屋はどうなったでしょうか。すげえのできてる。なんと立派なお城が完成してしまいました。これは犬小屋にしては大きすぎません、大きすぎやしませんか。日常大工のスケールから大幅にはみ出てしまいますよ。ベルベロスの犬小屋がお城化したことで、ベロベロスに常時強化スキルロイヤルワンちゃんが追加されました。次の会議まで有効、属性耐性大幅強化&防御強化。はー、ベロちゃんの次回の会議までか。ちょいちょいそういうのあるな。そういう時はベロちゃんを連れて行けっていう感じなんだろうな。ゼニアッタ人形がさ、全然見つかんないんだよ。もうこれ2回目の会議なんだけど。とりあえず、もう一回探しに行きまーす。おー、やっとか。5個目。仮想に来たらいきなりあったな。上層でやってたのが間違ったのかな、もしかして。これで5個目だね。やったぜ。ということで、例のあの部屋まで向かいますか。と言いたいところだけども、ちょっと今回、リアル時間がもうね、収録が1時間半ぐらいになってるので、一旦今回はこの辺で切らせていただきましょうか。また、一旦拠点に戻ってね、また出直していきたいと思います。また次のパートでお会いしましょう。またね。